こんにちは。営業実務コンサルタントの島田です。よろしくお願いします。今日はですね、ナンバー80っていうことでお話をさせていただきます。お客さんに教わるシリーズの9番目ですね。まあ、仲が良くてもっていう話なんですけど、まあ、どういうことなのかって言いますと、まあ、これはですね、最近増えてきてるんで、ぜひぜひですね、リースで販売されているような会社さんとか気をつけてほしいなっていうふうに思うんですけど、どんなに仲のいいお客さんであっても、お客さんの方がですね、リース料を支払いできなくなったりすると、まあどうなるのかっていう話なんですね。結局支払いができなくなってくると、リース会社がお客さんを訴える。そうするとですね、お客さんは慌てて、そんな、訴状なんて送られてきたことないんで、びっくりしてですね、今度は弁護士さんとかに相談行くわけですね。そしたら、まあ、弁護士さんが訴え返せみたいな、こうね、悪知恵与えちゃうわけですよ。そうするとどうなるかって言いますと、リース会社に対して訴状を送るんですけど、販売した販売店も巻き込まれちゃうわけですよ。それによってどうなるかっていうと、結局ですね、リース会社は、非がないっていう判断になるんですね。それで、まあまあ民事なんで、結局最終的には和解してくださいになるんですけど、そのリースの残金を半分半分、お互いに払いましょうよ的になるんで、くれぐれもですね、くれぐれも、リース契約書だけじゃなくて、皆さんの会社の契約書を作ってですね、そこに、クーリングオフの書面を入れるようにしてください。それをやっとけば訴訟できませんから。これはぜひぜひね、頭に置いとかれた方がいいですよっていうことで、金の切れ目が縁の切れ目っていう、まああんまり嬉しくない話なんですけど、頭に入れて営業された方がいいのかなっていうことでお話しします。以上です。終わります。